さあ皆さんごきげんよう。今日もテゲテゲビールご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、珍しいところ、珍しいというか私がね、めったに来ないところに来ております。2月、もうすぐ2月になりますけども、2月の宮崎といえば、そう、野球とかサッカーの、キャンプシーズンなんですよね。特に野球は今年はですね、侍ジャパンが宮崎で合宿をするということでかなり注目されておりますけども、県外から来る方はですね、電車とかそういうのをね、移動手段として来る方が多いと思いますんで、そういうのを、ちょっと踏まえた、紹介というかそういうのをしていきたいと思います。侍ジャパンが合宿するところ、宮崎県日向総合運動公園なんですけども、そこの近くに2つ駅があります。まあ、どちらともですね、距離的にはほぼ変わらないんですよ。まあ、徒歩で10分15分ぐらいなんですけども、一つは、運動公園駅、そしてもう一つが木花駅というところがありまして、私がおすすめするのがそう、ここ木花駅です。なんとジャイアンツ駅になっております。ぜひね、野球ファンの方であればこの駅を利用してもらいたいなとね、私個人的には思っております。まあ、ジャイアンツファンじゃなくてもですね、やっぱいいじゃないですか、興味ありますよね。そして、フォトスポットにもなるんじゃないかなと思います。まあ、中は、ね、まあ、こんな感じで、無人駅になっております。無人駅、特にね、中何かあるかとかね、そういうわけじゃないんですけども、やはり毎年巨人軍がですね、この地域にキャンプにしてきてくれ、キャンプに来てくれるということで、地元の方たちのこれはね、長年の夢だったんですね。うん、それがやっと去年一昨年かな、完成しまして、こんな感じで綺麗なジャイアンツ駅になっております。ぜひですね、ここを利用してもらいたいなと思っております。さあ、このジャイアンツ駅から、どのくらい歩くのか、宮崎県日向総合運動公園までですね、ちょっとね、実際に歩いていきたいと思います。駅を出まして前の道をまっすぐ行きましょう。とりあえず、まあ、私もここから歩いたことないんであれなんですけども、多分行けると思います。日向宮崎県総合運動公園はですね、侍ジャパンの他にも巨人軍、ジャイアンツがですね、毎年キャンプを行っております。今年もちょうど被ってるんですよね、侍ジャパンとね。2月1日からで、侍ジャパンが2月の17日からだったから、侍ジャパンの方はですね、練習見学には事前の整理券というか申し込みですね、ローソンチケットかな、それが必要となります。あと駐車場も、現地の駐車場、こちらも事前の申し込みが必要となっております。まあ、だってそうですよね、ものすごい今年はね、全国から人が、集まると思いますんでね、事前に公式のホームページなどをチェックしてください。ただジャイアンツの方はですね、まあ通常はそういう整理券とかいらないと思うんですけども、その被ってる時期ですね、2月17日から1週間ぐらいかな、この間は多分ね、入るの難しいかもしれませんので、ここら辺も事前にホームページとか、あと宮崎市観光協会のホームページなどで、チェックすることをお勧めいたします。今日はここに訪れておりますが、他にもオリックスバファローズとかソフトバンクとかいろいろ宮崎はね、本当珍しいですよね、こんだけいっぺんにいろんなチームがキャンプするっていうのも、来ますので、ぜひ皆様もね、遊びに来ていただけたらいいなと思っております。私みたいに野球詳しくない人でも、地元の食べ物が出たり、あと一般の方向けのこうイベントとかもね、キャンプ会場で特に週末土日とか行われておりますんで、
それを楽しみに行くのもね、いいんじゃないかなと思っております。あ、寒い。あ、それと気温なんですけども、宮崎もやっぱ寒いですよ。暖かいと言われてますけども、特にこの寒波ですね、ここ数日の、なんと宮崎市内でも雪がね舞うという、これはね本当珍しかったですね。そのぐらい寒いですね。ただ日中のね、今みたいに日が照ってる時、今日は風があるから寒いんですけども、風がなかったらですね、ちょっと暑いぐらいに、感じることはあると思いますんで、まあ、着脱できる上着とかそういうのをね用意するといいんじゃないかなと思っております。そうなんですよ、寒暖差がねすごく激しいんで、そこら辺ねご注意ください。さあ、駅から出て一つ目の信号を渡りましたら、もうここからはあとどのくらいだろう、あと500メートルぐらいだと思いますね。だから結構ね近いんですよ。あ、バスで来てもいいですよね、これ。サンマリン駅、違う、サンマリン前。そうそうそう、あの球場の名前はあの日向サンマリンスタジアムになっております。宮崎らしい名前ですよね。あ、そう、じゃあね、次はアクションカメラ好きの皆さんへ。うわ、ちょっと待って、風が強い。今日撮ってるカメラはインスタ 360X3、 これのシングルレンズモードの 3.6K ですね。 3.6K で撮っております。カラーは標準ですね。で、音は風切り音低減モードにしておりますが、ものすごい今風吹いてますんで、ちょっと私の声も入ってるかどうかわかんないくらい、そのぐらいの今強風が吹いております。お聞き苦しい、点がありましたら申し訳ないです。風が悪いです。ただこんだけ風が吹くとですね、カメラが熱で止まるということもまあないと思いますので、その点はすごく、安心して撮れております。音は不安ですけどもね。ドラッグストアコスモス左側ですね。ここを過ぎてもまっすぐ行くと、どのくらい、あと300メートルぐらいかな。あ、寒い。あ、もう風さえなければね、そうですよ、侍ジャパン、ね、合宿ということで、海外組はねまだ合宿に参加できるかどうかわかんないみたいですけども、やっぱあれですよね、なんか保険関係がこうちょっと、まあ、揉めているというか手こずってるとかいう、そういう、まあ、ニュースもありますよね。ちょっとね、まあ、毎年この2月っていうのはそのキャンプシーズンで、まあ、宮崎すごいね賑わうんですけども、今年はねその予想をはるかに超えるぐらいの人が押し寄せるんじゃないかなと思ってますんで、このキャンプを見に来るわけではなく、宮崎のこう海とかね、青島とかその辺目的で来られる方もですね、ちょっといろいろと事前にチェックした方がいいと思います。ちょうど青島にね、宮崎市の中心部から青島に行く途中にこの、ジャイアンツと侍ジャパンのキャンプ地があるんですよね。ということはかなり車が混むと思いますんでね、ぜひとも時間には余裕を持って
移動していただきたいなと思っております。あ、もう見えてきました。鼻水が止まらん。いや、あ、見えてきましたね。あれが日向サンマリンスタジアムです。まあ、ここはあの総合運動公園ですので、他にもですね、こう屋内の競技場とか、まあ、プールとかテニスコートとか、かなり広い敷地になっております。でメインでジャイアンツとか侍ジャパン練習するのがここのスタジアムになるんじゃないかなと。あとですね、まだここからどのくらい500メートルぐらい先にも、まあ、ドーム型の一応練習する場所がありますんで、その辺いろいろとこう分散して練習されるのかな。うん。まあ、こんな感じでですね、どのくらい歩いて、まあ足の速い人だったら10分ぐらいで、ジャイアンツ駅からここまで到着するんじゃないですかね。うん。ちょっとどうしようかな。ちょっと中まで行ってみましょうか。ああ、もうテントが出てますね。準備が、キャンプの始まってるみたいです。キャンプの準備始まってますね、もう。ありました。ここですね。ここが日向宮崎県総合運動公園になります。で、中に入るともう駐車場とかですね。そんな感じになります。あ、ようこそ巨人軍という看板が見えますね。巨人軍は2月の1日からキャンプ、侍ジャパンは2月の17日だったと思いますが、まずは巨人軍、ジャイアンツですね。この南国チックな木々が皆さんをお出迎えいたします。ここは通常はですね、平日は駐車場無料です。週末とかイベントの時のみ大型車600円、普通車300円、二輪車が100円となっておりますが、侍ジャパンの期間中はですね、合宿の期間中はですね、警備その他いろいろと、まあ、お金がいりますからね、数千円になっております。2000円ぐらいあったかな。あったあった。キャンプですね。あ、その他にもですね、ここは鹿島アントラーズ、ベルティス、ベガルタ、まあ、いろいろと5チームぐらいサッカーチームが、あ、ここに看板ありますね。 J リーグのチームも入ります。日向宮崎県総合運動公園。ここが広い駐車場です。これ全部駐車場ですね。駐車場があって、向こうがサンマリンスタジアムとなっております。はい。さあ戻ってまいりました。駅はない駅、ジャイアンツ駅ですね。ちょっと風が強すぎて私の声途切れ途切れの可能性もありますが、今日はこのジャイアンツ駅から日向宮崎県総合運動公園までの道のりをね、ご紹介しました。キャンプシーズン、県外から来られる方もぜひ
楽しんでください。宮崎を満喫してください。もちろんこのね、野球チーム、キャンプだけじゃなく、美味しいものもたくさんあります。素敵な景色も確かたくさんありますんでね。ぜひ癒されて帰ってください。ただ寒さには注意です。ね。日が照ってないと強烈に寒いですからね、宮崎もね。あ、いいですね、駅。じゃあまた、皆さんお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。